速稼塾の久保です。いつも FX の相場解説をご覧いただきましてありがとうございました。今日はですね、昨夜私がどんなことを考えながら眠りにつき、そして今朝どんな気持ちでね、チャートを開いたのかってことも込みで、お送りしたいと思います。非常に私のね、中で揺れる精神状態とかね、それからどういうふうに明日はなるのかなっていうふうなワクワク感とかが伝わるんではないかなと思います。まあ、まずはですね、昨日の相場解説の前にちょっとこう今朝ね、今朝5時44分なんですけども、5月27日のいつもの相場解説からご覧いただいて、そして昨夜はどのように考えていたのか、そしてですね、それを2つを合わせてどのように私がね、今咀嚼しながら今日の相場解説、そして明日からどういうふうにね、考えていってるのかってことが伝わればなと思っております。なかなかね、この動画で自分のリアルタイムな考え方を漏らすことなく伝えるっていうのは難しいんですけども、できるだけですね、長い動画にならないように、そして動画の乱発にならない範囲で、でも短い動画の中に私の揺れ動く思考の、ね、エッセンスをお伝えできればなと思っております。まあ、今年に入ってだいぶですね、相場解説が分かりやすくってエントリーがしやすいと、そしてエントリーしない状況がどういうことなのかってことが非常に分かってね、損が出なくなったという声をね、いただいております。私もね、それが励みとなるのと同時に、もっともっとね、動画にする程度ではないんだけども、小さく悩んでいるところとかね、私なりにつまずいているところとか、勘違いをしていたところ、読みの甘かったところ、こういったこともたまにこういった形でね、お伝えできればなと思っております。これからもよろしくお願いします。それでは動画をね、切り替えますので、まずはですね、今朝のいつも通りの相場解説からご覧ください。はい、ではですね、いつも通りの相場解説、5月27日の朝5時47分からのデイリーを見てみます。デイリーを見るとですね、わかるのは直近のところですよ。ぐーっと落ちてきたら、ここがね、転換点になって、今度は上昇に転じてますよってことなんですけども、細かいところ、ここを見ればですね、上髭をたくさん出した後、ちょっとまあ横に向かう横ばいに入ってるんじゃないかなってことを伺わせますね。で、これが1点と。で、次の4時間足を見てみます。4時間足ではやっぱりここがね、レンジに入ったような形になってます。私が昨日感じたのは、ここがですね、ダブルボトムになっているんではないかなと思ったところなんですよ。で、3つ目のボトムを意識した瞬間、上昇が始まりましたけども、まあそこまでね、こういうふうにズバーンと突き抜けるほどにはならなくって、今朝見てみると、まあ横ばいのレンジの中にしかいなかったかなっていうところですよね。で、1時間の方でこの四角の中をクローズアップしてみるような形になります。はい、こんな感じですよね。下、ここがボトム、ボトム、3つ目のボトムがあって、ここから昨日はね、上昇したんで、おやったかなと思ったんですけども、今朝蓋を開けてみると、こういう風な形でね、結局はこのレンジの中に収まっているよってことでございます。上から下までがだいたい60ピップスぐらいあると思うんですよね。60ピップスの上下だと、本当ね、この辺から上に入るみたいな、こうウルトラシー、もしくはこの辺からこちらに行くようなね、ポジション取りの、これもウルトラシー、これは難しいんで、私はリスクの方が大きいですから、やらないということでございます。こういうふうなレンジで入ったことを確認したら、私は基本的にエントリーせずに、ブレイクをねした時にエントリーするようにしています。どっちにブレイクするのかっていうのは、本当神の溝知るということなんで、このままね、今日もしばらく見ていくしかないかなと思いますよね。やっぱりね、5月もそうですけど、最終週になるとこういったレンジに入ることが多いですよね。で、月が明けると大きくドカーンと動くみたいなことがよく考えられます。特に今回6月1日というのが月曜日ですから、こういったね、6月1日月曜日っていうものは割と動きやすいんですよね。この月曜日の午後に期待しようかと思います。22時ちょうどなんですけども、ここに4時間のね、トリプルボトムが見えると思うんですよ。これが見えてるとちょっとやりようがあるのかなと思いますね。ここ高値圏でのトリプルボトムといって、まあ一種ね、ちょっとこう異例なんですけどもね、こちらの方に、でここからトリプルボトムからまた上昇に向かうという風に見えるんですね。まあ、ですので、ここで大きく陰線が出ててもあまり気にせずにエントリーを買いで入ろうかなとは思えるんですね。で、そうなってくると、こう降りていって、こう起きてですね、でまた下に行って上に行くということで、
まあ、ギザギザと上に向かっているところが引けると思うんですよ。で、同時にですね、1時間足もちょっと見てみます。1時間足ですけども、これもトリプルボトムが私はね、引けると思うんですよ。しかもですね、下ヒゲを長く出してるから、ここからね、上昇ラインを形成していくんじゃないかなと思います。通常これはね、レンジで見たり、あとはここのね、移動平均線が3本束になってるんで、大きく下に向かうんじゃないかなっていうふうに思わせるところではあるんですよ。ところが私の見方だと、ここからはこう倍の方へね、突き抜けるんじゃないかなというふうに考えられます。で、明日の朝が楽しみだなというところですね。はい、いかがだったでしょうか。昨日の時点ではね、ダブルボトムというものが現れるんじゃないかなと思ったんですけども、今日の時点、今朝チャートを見た時点では、まあ確かにね、一瞬上昇はしたんですけども、まあドカーンという上昇にはならなかったかなと思いますので、レンジに入った状態ということでね、結論付けました。まあレンジに入るということは、エントリーするポイントがちょっとね、なくなっていくということなんで、ブレイクを待つところかなと思います。上の方のレジサポラインでを突き破っていくのか、下の方のレジサポラインを突き破っていくのか、突き破った方向についていくという形でね、いつも通り、利益を見込んでいきたいと思いますけども、このレンジを抜けるのがいつかわからないっていうのがミソなんですよね。べったり張り付いているわけにもいかないし、たまにね、見に来たら、あ、もうブレイク終わっていたみたいなことになっていたりとかね、ここはもう運でございます。それではですね、以上でございます。また明日からもよろしくお願いします。